はい、背番号と名前を教えてください。背番号26番、川内です。ポジションは？ミッドフィールド赤、フォワードです。生年月日は？西暦2004年。西暦8月11日です。血液型は？血液型は A 型です。出身は？宮崎県の信岡市出身です。はい。じゃあ宮崎の方言を教えてください。なんとかやじって。ああ。しょっちーって。好きな食べ物は？好きな食べ物は豚汁と辛麺です。辛麺？はい。自分も好き。あ、好きですか。うん。好きなキャラクターはいますか？ヒロアカの爆豪が好き。かっちゃんね、かっちゃんです。好きな季節？冬です。うん。雪が好きです。好きな女優さんか俳優さんいますか？好きな俳優は菅田将暉です。あ、好きそう。でも菅田将暉が一番かっこいい。竹内涼真の方がかっこいい。菅田さんや、菅田さんがかっこいい。好きなお菓子は？好きなお菓子か。うん。のり塩のポテトチップ。しょっぱいのが好きなの？はい。しょっぱいです。女子トークいきまーす。やったー！アイちゃんの女子トークでーす。好きなタイプは？好きなタイプは、はい。気になる。好きなタイプ。ちょっと待って、好きなタイプか。頑張れ。トラックなんか出しなさい。韓国風の人じゃない。違う。かっこいいと思った人います。うん、好きだ。徐々に好きになっていくとか、はい。じゃあ無人島に一つだけ持っていけるとしたら？桜子です。おお、マジ？無人島で一緒に料理したいです。おお、料理好き？いや、してもらえば食べ物取ってくる。じゃあ愛が取ってきて、桜が料理。はい、ライター持っていくんで。あ、そう、違う、マッチ。あ、マッチか。いいね、確かにいいね。自分携帯って言ってよ。電波ないね。水族館が好きですか？動物園が好きですか？動物園です。おー、結構ね、水族館が多いけど、ね、何の動物が好きなんですか？ヤギ。ヤギ牧場じゃないの、それも。いる動物園にヤギいるところはいるんじゃない？いるんだ。いました。ヤギの餌やりは楽しかった。やんば、こういう感じがいいんだ。やばか、こういう感じがいいんだ。やばか、見てそうやね。かわいいの？かわいいですね。タイムマシーンに乗れるとしたらいつに行きたいですか？じゃあ未来で。未来、はい。何歳ぐらいに行きたい？80歳ぐらい。結構行くね。結構行くね。幸せに来てるのかな。サッカーのお話します、はい。サッカーを始めたきっかけは何ですか？お父さんとお姉ちゃんとお兄ちゃんのきっかけです。じゃあ好きなサッカー選手はいますか？好きなサッカー選手は、メッシ。おー、海外の試合とか見る？たまーに。うんうん、うん、サッカー見るの？サッカーたまーに。じゃあサッカーで思い出に残ってる試合とか、なんか出来事とかありますか？
高校の時の、うん、あ高校の時に高2でずっとなんか怪我してて1年ぐらいできなかったんですよね、うんうんうん、で高3の選手権の県大会で初めて公式戦に出た感じです。あー、うん、見てください。すごいこと言ってます。サッカーの魅力は何だと思いますか？いや簡単で、簡単でいいよ。うん、年齢関係なく楽しい。うんうん、すごい。そうね、いいね、すごい、はい、すごい。そんな出なかったよ。そんな出なかった。2分ぐらい考えたい。じゃあ最後に応援してくださる皆様へ一言お願いします。いつも応援してくださりありがとうございます。皆さんのサポートやファンの方々のおかげで今も楽しくサッカーできています。9月24日にはノルディア北海道とホーム戦で対決するのでぜひ来てください。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。怖い。バイバーイ。